トレニ、予言者、エレミアの哀歌は、イーゴリ・ストラビンスキーが1958年に作曲したラテン語の宗教曲。全曲を12音技法で書いた、ストラビンスキー最初の曲である。音列を使用するようになってから書かれた、ストラビンスキーの音楽には、商品が多いが、その中にあってこの曲は、最も大規模である。トレニ、は、旧約聖書の哀歌のギリシア語名。 シータローニューイオタをラテン語化した形であり、医訳であるラメンタシオナズと同義に用いられる。歌詞はウルガタ版の愛歌第1.35章からの引用である。5章以外はヘブライ語原文がヘブライ文字の各文字で始まるが、ウルガタ聖書ではヘブライ文字を各章の冒頭に挙げている。ストラビンスキーはこのヘブライ文字も歌詞のうちに含め効果的に使用している。 カンティクムサクルムと同様、ベネツヤ・ア・ビエンナーレ現代音楽祭のために、1957年から1958年にかけて作曲された。現代音楽祭の主催者であったアレスサンドロ、ピオベザンが音楽祭開催を前にして没したため、ピオベザンの思い出に検定された。この曲はおそらく、エルンスとクルシェネクの預言者、エレミアの愛歌に影響されている。 1958年9月23日に、ベネツィアの三六個大神都会で、ストラビンスキー自身の指揮により初演された。フランス初演は1958年11月14日に、ピエール・ブーレイズのドメーヌ・ミュージカルによって、パリのサルプレールで、やはり、ストラビンスキーの指揮によって行われたが、準備不足のためにひどい演奏で、聴衆は馬鹿にした。ストラビンスキーは怒って、 挨拶を拒み、二度とパリでは、指揮しないと宣言した。第2アルトと、第3バスを加えて80章になる箇所があり、合唱のメンバーがソリストとして参加する。還元楽の規模は大きく、かつ特殊な楽器が多数使われている。しかし多数の楽器が、同時に音を出すことは少なく、音は非常に薄い、声だけの箇所も多い。フリーウケルホルンは、 ソロ楽器として大きな役割を果たす。ストラビンスキーによれば、ジャズのショーティ・ロジャーズの演奏を聴いて、トレニで使うことを思いついたという。演奏時間は30分弱。カンティクムサクルムと同様、3部分に分かれた中央部分がさらに3つに細分されている。中央部分が最も長く複雑である。全曲が12音からなる1つの音列で貫かれており、 序にその主題が現れている。序の歌詞は、予言者、エレミアの愛歌が始まるという意味であり、ソプラノとアルトの二重章で、アルトは範囲域なりになっている。第一章は五つの節からなり、奇数節は合唱が音向を指定せずに語られる部分と歌われる部分がある。語りの部分の表情符号は、パルランドソットボーチェと書かれている。歌われる部分は、テノールドクショーとフリューゲルホルーン。 それに、女性合唱が旋律を担当する。多摩数節は、テノールの二重章である。ヘブライ文字部分は、合唱によって、弦楽器の伴奏で歌う。第三章の最初の、クエルモニアはバス独唱から始まってヨエカノンまで、一人ずつ増えていく。次の、センサススペは、最も長く複雑で、ヘブライ文字によって八つの部分に分かれ、曲は盛り上がりを見せる。 ソラキウムは三つの部分からなり、それぞれ二重章と木管、二重章とホルン、余栄章と合章によって歌われる。ヘブライ文字部分は常に合唱によって歌われる。第五章はごく短い。再び語る部分と歌う部分に分かれるが、最後は音列とその逆光、反行、逆反域なりが同時にコラール風に歌われる。 ホルンの四重層が合唱の後に残り、静かに終わる。ありがとうございます。